どうもこんにちは、みやです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグの試合が、今日の朝10時に行われましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ、見ていきましょい。バーサスカズ戦ですね。まあ、15歳級です。リーグ戦なんで15歳級です。さあ、やっていきましょう。開幕パフェズミに対して相手が開幕 TSD。さあ、エスミノの置きミスしてしまったが、まあ、これは直列できてるんで、まだ問題ないでしょう。テトリスからテトリス打っていく。さあ、若干地形がデコボコしていって、ちょっと危ない。うん。大身の底に2つの切るのはちょっと危ないですね。さあ、テトリスで操作されてるが、若干地形が悪い。さあ、1回埋めて、銅を掘っていこうかなと思ったが、大身の置きミスしてしまう。さあ、これどうだ、掘れるか削って2ライン消して3ライン消して、まとめ打ちが来るが、なんとか、削ってって、しかし間に合わず、トリプルでしたね。TST だったんで、火力が高くて、ちょっと総裁分が間に合わずに刺さっていきましたね。さらに、まあ、相手、TSD テトリスの地形で、かなり、追い打ち対戦もできていたので、まあ、どの道苦しかったかな、さすがに。さあ、今回は DT 砲に対して、相手が、中開けテトリスっぽい形ですね。さあ、しかし、連を組みに行ったが、Z ミノの置きミスしてしまう。さあ、ここに穴が来たんで、ちょっと難しいが、どう繋げていくか迷っているところ、さあ、Z ミノからいった。ちょっとそこの、このアイミノはミスりましたね。ちょっとラインが消えると思って勘違いして置いてしまったが、ラインが消えず。さあ、そこに、T スピンシングルからテトリスまとめ打ちが来て刺さってしまった。これはちょっとライン計算ミスりましたね。その、置きミスした時に穴がデコボコあったんで、ラインが消えなくて致命傷でしたね。消えると思っていた。さあ、DT4。DT4 だが、カズ君側が、エルミノの置きミスしてるが、しっかりエルマッチして、リカバリー。さあ、危ない、ギリギリ耐えて、さあ、送ったが、どうだ、相手すごい直列。こちら連で有利取れるかと思いきや、ちょっとあまりにも直列いってるんで、言うほど有利取れなそうですね。さあ、まとめ打ちで、とりあえず9連目のテトリスで火力は高いが、有利ではないですね。さあ、操作されてテトリスから T スピンダブル。からテトリス。いやー、連で有利取れるかと思ったんですが、ちょっと相手の穴直接強すぎたんで、むしろ不利になっちゃった感じですね。はい。さあ、まずはストレートで捉えていってしまった。0対3。まあ、15先なんでね。まだまだこれからですよ。もう一つ見ていきましょう。まあ、最初の、取れるかっていうのはまあ、割と重要ではあるんだけど、まあ、まだまだ。15歳級ですからね。さあ、DT4 にしようと思ったが、エルミノが1個ずれてしまった。それに対して相手は DT4 をしっかり組んでいく。リサーチーン!さあ、返されて、3ライン消しからテトリスでしっかり返す。BTB 式テトリスで操作やってって、中開けテトリスチェックですね。しっかり地形合わせて、T スピンダブル。TSD と TSD が操作当たって、テトリスで、T スピンダブルテトリスの地形。さあ、まあ、現状では5分ですね。現状では5分ですが、ここで地形を乱すと不利になってしまう。しっかり整えて、ホリレン体制。Z ミノ、アイミノまでかな。それに対して相手が大ミノの置きミス。しっかり3ライン消しでリカバリして、さらにテトリスと。それを総裁外してテトリスを送る。さらに BTB 付きテトリスが、相手地形いいですね。穴がいいので有利ではないんで、これは冷静に総裁。T スピンミニで BTB をつけつつ BTB 付きの火力を継続的に送っている感じですね。さあ、どうなるか。テトリス。テトリスからテトリス。相手それを総裁外して、てか受けてからテトリス。T スピンダブルではなくてトリプルにしたが大身を見せてしまった。さあ、冷静に J ミノを、じゃない、L ミノを置いて T スピントリプルを打ち切っていましたね。さあ、こちら置きミスしているがどうだ。テトリスから T スピンシングルかな?シングルからダブルにしていく形。それに対して相手テトリスで、一旦ホリレンっぽい形だが、アイミノまでなんで言うほど繋がんないですね。それに対してこちら、どんどん、BTB 付きのテトリスやら T スピンダブルやら送って相手に火力を送る。三ライン消しとテトリスで、相手に火力を送ろうとしたが、相手もしっかりテトリスで、まあ穴ばら回避というか、自分に火力が来ないように立ち回ってますね。さあ、長いぞ、これ。テトリスから、T スピントリプルに行った。
さあ、12万点対13万点同士ですね。13万点超えていく。さあ、堀連打が言うほど繋がんない。ジェイミノまで。ジェイミノまでの5連打とちょっと弱いですね。不利なんで、これは冷静に掘っていきたいところ。BTB 付きに対して BTB 付きなしなんで、総裁をしっかり外して穴場回避。だがどうだこれ。一回削って、間に合うかこれ。あぶねえ、ギリギリ。T スピンシングルだとちょっと苦しいが、なんとか間に合った。さあ、そこに T スピンミスった。T ミンのミスが結構痛いか。しかし、こちらも依然と辛いんでね。T スピンダブル送られて。しっかり J ミノで3ライン消しからの2ライン消しで、なんとか耐えられるでしょう。さあ、テトリスから T スピンダブル、さらに T スピンダブル。やっぱり上部でもかなり火力作ってます。作っていきますね、強気にカズ君は。さあ、テトリスで。こちらも T スピン、危ね、間に合った。ここ T スピン間に合うの重要なんでね。テトリスにしてしまうと、まあ、その後の火力がちょっと、リソースがなくなってしまうんで、しっかり T スピンダブルで、愛の火力作りの重要です。さあ、総裁外して、テトリス、T スピンダブル、さらに T スピンシングルからテトリスかな。火力増し増し。さあ、T スピントリプルみたいな形にしようと思ったけど、Z ミノの置き見せ してしまいましたね。それに、テトリス送って、T スピンダブルの追い打ちがしっかり刺さっていく。まあ、置き見せを咎めたっていった感じですかね、これは。Z ミノでしっかり置いて、多分 T スピントリプルしたかったと思うんですけど、どうだったかな？ Z ミノミスったところにさらに Z ミノを、ソフトドロップで入れたけど TST の形にはならなかったので、そこでちょっと火力不足になってしまった感じですね。さあ、相手 DT4 から DT4。それに対してこちら TKI ですね。TKI でシングルからホリレンを見て、アイミノ、J ミノ、アイミノ、オーミノ、S ミノ、Z ミノまで繋げた。さあ、T スピンシングル打つが T スピンダブルでしっかり返される。TSD からテトリスかな。TSD からテトリス。さあ。5分ぐらいかな。言うほどどちらも有利ではないですね、これは。テトリス。さあ、冷静に積んでって、テトリス。さあ、あそこに相手置きミス。この置きミスはどうなるか。ちょっと T ミノが浮いてるから辛そうなとこにさらに J ミノと T ミノが置きミスしてしまって、さすがに致命傷でしたね。さあ、取っていく。まあ、最初に置きミスした時点で不利だったけど、さらに追い打ちをかけるかのように、ジェイミノとティミノミスってしまったんで、もうさすがに、連続のミスは致命傷になるんでね、本当に。一回のミスだったら結構大丈夫だけど、連続でミスるのはマジで痛い。さあ、相手、Z ミノミスった。海底入れでリカバリしているが、こちら連体制で、ホリレンの8連までのテトリスが強い。刺さっていく。まぁ、ちょっと連っぽい形にして、テトリスは打たずに、連に切り替えた、判断は良かったですね。しっかり、ホリ連で、テトリスの9連まで繋がったので。まぁ、相手の置きミスがあったっていうのもあるけど、まぁ、それの方が火力が出るっていう判断は良かったと思います。さぁ、ストレートで取り返していく。3対3ですね。もう一つ見ていきましょう。このツボは DT4 じゃないかな。相手も DT4 だと思います。DT4 っすね。さあ、お互い DT4 で。ちょっと、若干時間食ってしまったが。さあ、T ミノ使ってしまった。ちょっと T ミノ使うと、総裁外されると、かなり苦しいですね。さらに DT4 からの DT4 で、相手火力高めなんで、かなり不利になってしまう。さあ、しっかり総裁を当てていきたいところだが、テトリスからテトリスの追い打ちが早い。さらに穴腹がこれ辛いですね。しかも、大身のミスってしまって、T スピンダブル打ち切れず。打ち切れてれば、まだワンチャンあったかもしれないけど、どの道穴場ら、相当辛いんで、まあ、差し切られてるかな。相手次第ですね。相手が置きミスとかしない限りはかなり苦しかったですね。さあ、T ミノ、相手が置きミスしたのを見て、ちょっと3列連っぽい形にしたけど、これはちょっと T ミノの横置きが良くなかったですね。T ミノの横置きしてしまったせいで、ちょっと地形が乱れてしまい、いまいちな地形になってしまった。しっかりでも連繋いで、J ミノ S ミノまでかな。J ミノ S ミノまで。さあ、相手が T スピンダブル間に合うか。しっかり T ミノ間に合わせて、テトリスまで間に合わせる。T スピンシングル。シングルから TSD テトリスの地形。さあ、どうだこれは。若干有利かな。若干有利だと思うけど、ここでちょっと地形が乱れてしまったが、冷静に T スピンダブル組んで TSD テトリスの地形。さあ、5ライン分構えてる。こういう構え強いんですよね、やっぱり。まとめ地体制を常に保っているのはめちゃくちゃ強い。さあ、T スピンダブルで、さらに、テトリス、さらに T スピンダブルと。
この、半無限ループの TSD テトリスの体勢が作れるとマジで火力が高いんで、非常に強いですね。しっかり、段差合わせて5ライン分確保しつつ、継続的に火力を送って刺しに行きましたね。さあ、お互い DT4。DT4 で打ち切る。相手は打ち切りましたね。しかし、こちらちょっと、若干、つも噛み合わずに、エルミノをソフトドロップしたかったけど、まあ、優先順位は、右側の方が多いんで、右側に埋めましたね。さあ、T スピンダブル打つが、ちょっと地形が乱れている。さあ、強気に操作外して T スピンダブル。この判断は悪くなかったでしょう。まあ、相手にプレッシャーを与えることが重要だったので。さらに、操作当ててしまうとね、相手が BTB 付きの攻撃だったんで、ちょっと穴場になる恐れがあるので。そこも、加味して、しっかり総裁外したという判断ですね。しかし、ちょっと地形が苦しいぞ。相手、テッドリス。まあ、ホリレンできるか。アイミノまで。アイミノまでのホリレン。それに対して相手は BTB 付きの、攻撃ですね。T スピンダブル。総裁外して TSD だが、さらにテッドリス送られたが、なんとか穴バレにはなんなかった。総裁外して2ライン消し送って、相手に地味に穴バレ送る。これ重要です。地味に穴バラを送っておくことによって、後々に結構影響することはあるので、地味な2ライン消しの攻撃は意外に有効。さあ、テトリスで。相手テトリスから T スピンダブルで、ホリレン耐性はないか。ホリレンはなかったんで、こっからホリレンを見ていくかと思いきや T スピンダブルにしていく。さあ、テトリスで。テトリスとテトリスが相殺当たる。これ、T スピンにしたいですね。T スピンダブルから3ライン消しで妥協した。しかし、ちょっと左側の地形が悪いんで、右側の地形が悪かったが、しっかり2ライン消しから削ってって、テトリス強気な総裁外し。さあ、相手、なんとか間に合ったか。STMB ケームなんとか間に合わせて、間に合うと強いですね。しっかりホリレンで、ホリレンにはせずに、BTB 付きにしたか。まあ、カズ君のプレイスタイルはかなりその、T スピンとかテトリスを連打するスタイルなので、基本的にはまあ、ホリレンは、まあ、繋がるとこ、確実に繋がるところだと、繋ぎの判断だけど、基本的にはもう、BTB 付きのね、T スピンダブルやテトリスやらゴリ押しっていうパターンが多いので。まあ、その火力が脅威ですけどね。さあ、これは冷静に相手見て、しっかり総裁外しから、テトリス、T スピンダブルと有利ですね。有利だがまだワンチャンありそう。TSD を間に合ったが、でも、そうですね、Z ミノをそこに置いてしまうと、下穴を埋めていることになっているので、T スピンダブルでなんとか総裁間に合ったものの、次の T スピンダブルまではさすがに間に合わずに育っていきました。S ミノ、S ミノと置いて TSD まで間に合わせれば、さすがに、いやでも、どうだったかな、致命判定になってる可能性もあるので、さあこちらミスってしまう。T スピンダブルを打とうかなと思っているが、ちょっと迷ってしまって、さらにT ミノミスってしまった。これは、ちょっと、やらかしましたね。これは単純にやらかした。まあ、T スピンダブルあそこで打ち切ってしまっても、総裁外されてなお不利なんで、相手にちょっと合わせようとして考えたところに、T ミノの暴発がしてしまって致命傷だった。さあ、こちら DT4。DT4 に対して開幕 TSD から T スピンダブルだな。さあ、DTTKI で火力高いぞ。直列も美味しい。ダブルから、じゃない、トリプルからダブル。さあ、地形インでしっかり総裁外しだが、相手も言うほど地形は悪くないですね。しっかり地形インで、冷静にテトリス総裁当てて、Z ミノで先読みしつつ、テトリスから T スピンダブル、さらに T スピンダブルかな。TSD で、まとめ打ち体制の地形を保ちながら、これ積み込んでもよかったかな。STS にした、STS にして、3連発攻撃かな。T スピンダブル、T スピンダブル、テトリスと。3連発をしっかり送っていくが、その後の連が繋がんないんで、言うほど強くない。あそこで、まとめ打ちした後に、ホリレンが繋がればめちゃくちゃ強いんですけどね。さあ、T スピンシングルからダブルでしっかり、デコボコな地形を解消しつつ、総裁外しから T スピンダブル送ってるが、これちょっと不利ですね。T スピンシングルまで打ち切るが、なんとか掘れるか。J ミノに2ライン消し、S ミノ、T ミノ、S ミノ、I ミノまでか。で、直列もうまいんで、まあ、これなんとかなるでしょう。さあ、パフェ強い。パフェ強いがどうだ。しっかり耐えていく。耐えて、火力でテトリスから、さあ、そこにこちらを置きミスしてしまった。さあ、ホリレンで、しっかり繋がっていく。強い。S ミノ、I ミノ、エルミノまでいいですね。しっかりその、差し切るのを見て、エルミノまで繋げる判断は素晴らしい。ちょっともったいなかったかな。直列うまくて、さらにテトリスから、エルミノのパフェ、途中パフェめちゃくちゃ強くて、一時的には有利取ったんだけど、置きミスで、不利になってしまいましたね。まあ、相手のホリレンも強かったですけども、まあ、置きミス してなければ、まあ、全然、ゴブリン戦えたと思うので。
ちょっとこちらのミスで不利になってしまいましたね。パフェ取れただけにもったいなかった。さあ、今は、5対6ですかね。もう一つ見ていきましょう。さあ、熱い戦いですね。結構長引いてる感じがある。この人もパフェ済みじゃないかな。パフェ済みですね。パフェ済みに対して相手が DT4。さあ、パフェ取れるぞ。取れて。穴的には、まあ、まあまあ穴バラって感じですね。言うほど直列ではいってないんで、結構強いパフェになった。まあ、直列でいくとね、養分にされてしまいますけども、こういうふうに、ちょいちょい穴バラになればパフェは強い。さあ、ちょっとミスってるとこに、これ掘り切れるか、なんとか。S ミの、T ミの、L ミの、T ミの、なんとか掘れた。相手も若干下ってる感じはありましたね。さあ、T スピンダブル作って、掘り連体制だが、O ミの、Z ミの、J ミの、L ミの、I ミの、J ミの、S ミのまで。7連までは強いですね。さあ、そこに相手、J ミのもう一ミス。T スピンダブルをしっかり総裁外して、テトリス送る。さらにドネイトで T スピンシングルからテトリス。これ強いですね。やっぱりその、まとめ値意識はめちゃくちゃ強いんで、ああいう風にしっかりドネイトが見えることができれば、まとめ値で一気に、ブワーンと火力を送って刺すことができるんで。さあ、DT4。DT4 でこれ直列美味しいですね。直列を利用した連に切り替えていく。さあ、しっかり T スピンダブル間に合わせて、これテトリス用の総裁があるんでね。T スピンダブルにしっかりテトリスを総裁当たる。もうちょい積んでもよかったかもしれないけど、妥協気味にハッカー。しかしこれ、繋げられることができれば強いですよ。下穴まで繋げられるかどうかだ。J ミの、O ミの、T ミの、J ミの、T ミの、I ミのまで。12連目の3連消しは強いですね。強い。相手最終的に O ミの1個ずれてしまったけども、まあずれてなくても刺さってるでしょう。何ライン分いったかな ?12 連目の3ライン消しなんで、多分7ライン分ぐらいは、相手に行くと思います。T スピントリプルの、BTB 付きの火力ぐらいはいきますね。さあ、再び DT4 で相手直列。それに対して、まあ、こちらも、まあまあ直列ですね。まあまあ直列なんで、しっかり耐えていきたいところ。テトリスから、しっかり、4ライン分合わせてテトリス。それを総裁外されて、で、なんとサーバー送られてしまう。さあ、ちょっと隙がある。隙があるが、相手大峰の置きミス。テトリス総裁当たって、どうだこれ。T スピンシングルからテトリスで、この直通までたどり着ければ強いですね。テトリスから、テトリス総裁当てるが、T スピンダブルで、さらにテトリス打った。まあ、今のそのテトリス打たずに、あえて、火力を節約するために、T スピンにするっていう手もありだけど、相手が総裁用の火力がなかったんで打ち切ったって感じですね。しかし、しっかり耐えられて、どうだこれ、テトリス送られる。総裁外してテトリス送るが、どうだテトリスで、強気な総裁外しから T スピンダブル。しかし、L ミの、I ミのまで、I ミのまで間に合うか。間に合って、J ミの2ライン消しから、さあ、こちら危ねえ。強気に T スピン作って、ちょっと危なっかしいが、なんとか耐えてって、テトリスもテトリスでなんとか総裁やってる。さあ、上部の攻防激しいです、これ。2ライン消しで1回優位を持たせて、2ライン消しからテトリスを送る。さらに BTB つけるために T スピンミニを挟んどいて、T スピンシングル。ただ、穴的に相手の方がめちゃくちゃいいので、あそこの直通までたどり着かれると厳しいですね。しかし、ミスってしまった。T ミノの置きミスが辛い。さあ、S ミノ切り、S ミノなんとかリカバリする。これ間に合うか。T ミノそこに追いつくと、間に合わない。危なかった。いやー、これ危なかったですね、本当に。相手が直列でめちゃくちゃ上手かったんで、まあ、置きミスに助けられたって感じだけども、その後の、まあ、リカバリーを間に合わせない火力は良かったですね。しっかりまあ、置きミスを咎めたって感じ。やっぱりね、間違えました。もう一つね、次ですね。やっぱり直通が来ると、有利になってしまうので、そこの時は、妥協気味に総裁当てるっていう判断なんだけど、判断なので、無理しない方がいいんですよね。さあ、もう一つ見ていきましょう。ちょっとグダグダだな。さあ、熱いですね。5-6 だったから、今8-6。ストレートで取ったんで、8対6ですね。さあ、お互いパフェでね、こちらパフェ取れる。相手は3ライン消し。レッツゲインで、3ライン消しされたが、なんとか、しっかり、ホリレーン体制かな、これ。アイミの、エルミの、ティーミの、アイミの、ジェミのと。ジェミの、までの6連。さあ、どうだ。一回テトリス送って、相手 T スピンダブルから、強い地形ですね。かなり火力が出そうな地形。TSD、さらに、T スピンダブルと、どんどん。T スピンで火力を送ることによって、
さっきも言ったけど、火力の節約ができるんでね。テトリスで火力を送るよりは、ディスピンダブルでどんどん火力を送っていった方が、火力の節約にはなるから強い。さあ、テトリスで、それを総裁外されて、テトリス送られる。ちょっと不利ですね、これ。ちょっと地形的に不利だが、なんとか耐えていきたいところ。さあ、エルミノで。あー、危ない、ギリギリ間に合った。今のかなりギリギリですね。大海ので屋根付けでなんとか間に合う。さあ、危ねえ。これもギリギリでしたね。しっかりテトリスまで間に合わすことによって、ホリレンの目が見える。ホリレンの目が見えて、アイミのジェイミのまで、ジェイミのまで繋げて、なんとか耐えていく。ゴキミや、3ライン消しから、2ライン消しで、無難に操作当てつつ、なんとか耐えていった。さあ、かなり相手、まあ、軽くゴリゴリに来てるのに対して、こちら、まあ、掘り重視なんで、かなり掘り重視でいってたね。まあ、スコア差はだいぶ開いているが、まあ、5分まで持ってきましたね。ここになって5分に持っていく。さあ、冷静に操作当てて、TSD テトリスの地形。さあ、そこに相手、エルミノの置きミス。しかし、問題なさそうっすね。テトリスで、Z ミのジェイミのまでかな。Z ミのジェイミのまで。さあ、冷静に行きたい、これ。総裁外してテトリス送る。さらにそれを総裁外されてテトリス送られるが、どうだこれ。ちょっとここで軽くぐだってしまったか。さあ、ゴリゴリのテトリスが、刺さってしまった。厳しかったか。かなり、まあ、相手も強気に BTB 攻撃を送ってきましたね。総裁外して、強気な総裁外しから、もう、どんどん、BTB 付き、T スピンダブルとテトリス送って、結果的には刺さってしまった。どうだったかな？まあ、5分くらいだったと思うけど、ちょっと、T スピンうまく作れなかったのが敗因でしたかね、今の。こちらも、T スピンとか作ればまだ総裁の火力が用意できたけども、2ライン消しで妥協してしまった部分があったので、そこで致命傷になってしまった。さあ、これ直列美味しいぞ。2ライン消しで、一旦穴バラを相手に一つ送りといて、T スピンダブル。しかしまあ、全然問題なさそうですね。さあ、お互い全然問題ない地形からどう展開されていくかだが、SSD かな？ STSD を組みに行くと思います。STSD の先読みというか、屋根つけて、テトリスで操作されてる。これの地形って、こういう地形って、その、T スピンを基本的に総裁に当てながら、レンチチェックに構える選択が強いんだけど、ちょっと地形が乱れていたので、あまり繋げられず。さあ、アイミのエルミノまでね、6連までの掘り連のルートが、Z ミノの置きミスしてしまった。しかし、直通でも、強いんで、まだまだ耐えられそうですね、しっかり。冷静に総裁外して、2ライン消しとテトリスで、しっかり完全総裁。さあ、かなり穴がいいので、それをうまく利用していきたいところ。さあ、相手 TSD タワー、強い。火力高め。T スピントリプルからのトリプルで、火力増し増しでテトリス。それをさらに総裁外されてテトリス送られる。さあ、直接強い。かなり直列ですね。直列なんで、それをうまく活かしていきたいが、テトリスで。テトリスから T スピンダブル。T スピンダブル、これでも受けると結構辛いな。アイミナ使ってしまったんで、間に合うか？いやー、間に合わねえか。ちょっともったいなかったな、今の。何かやりようはあったと思うんで、あの直通をうまく使えないのはちょっともったいなかったですね。かなり穴は良さげの試合だったのね、これ。穴は浅げの試合だったんで、ちょっともったいない感じはありましたね。さあ、T スピンダブルで。5ライン分火力整えつつ、テッドリスから T スピンシングルかな。シングルの方が、後々ちょっと積みやすくなるんでシングルにしましたね。シングルで、テトリス。さあ、一回削っといて、無難に、テトリス送る。それに対して相手は火力重視だが、ジェイミノの置きミス。ジェイミノの置きミスがどうなるかだが、テトリスから、テトリス。さらに T スピンダブルにはせずに、これ、ランカーですね。ランカーにすることによって、T スピンダブルテトリスを打てるので、このランカーは重要。さらに、T スピンダブル送って、これ、TD アタックですね。TD アタックのトリプルからのダブルが非常に強い。ああいうランカーはね、その、T スピン作れそうだからといって、T ミノの屋根つけると、ちょっと形が乱れてしまうことはあるんで、特に SZ が来てる場合は、形悪くなりやすいんで、ああいう風に、ランカーの目が見えると非常に強いですね。まとめ打ちもできるし、その後の地形も良くなるしで、一石二鳥ですので。さあ、テトリス送って、STMB 警部の T スピンダブル。さあ、相手が若干置きミスしているところに、しっかり、置きミスしているところをしっかり咎めていきたいところだが、冷静に操作当ててきてますね。神。さあ、アイミのミスしてしまった。痛い。このアイミのミスは相当痛いですね。なんとか間に合わせたいが、エルミの2ライン消しで、
ギリギリ間に合った。テトリス間に合ったが、ちょっときついか。アイミの一覧消しから、あぶねえ。ギリギリ、エルミノの二覧消しまで間に合いましたね。しっかり間に合わせて、テトリス、から、T スピンダブルまで、ここまで間に合えばなんとか耐えられたんじゃないかな。しっかり二覧消しで、ただ、現状では有利ではないので、5分くらいですかね。選挙的には多分5分くらいだと思います。冷静に操作当てて、テトリス送られる、二覧消し、で、こちらも温泉するが、ここで不利、ああ、不利なとこにちょっと、ティーミノの君吸いたい。辛いですね。なんとか堀の目は見えたんですけども、さすがにまとめ打ちで、こちらの堀の間に合わせない火力を送ってきましたね。さあ、ティーミノの置きミスだったね、完全に。それが致命傷になってしまった。よくあるね、ある、回転が入らないミスですね。さあ、86だったから、これで9球ですかね。9球ですね。もう一つ見ていきましょう。さあ、かなり、熱い試合ですね、本当に。本当に、お互い一歩も譲らない。現状では互角の攻防になっている。さあ、T スピンダブル対 T スピンダブルで同じ感じ。さて、そこに相手がちょっと置きミスしたのを見て、3列連地区に切り替えましたね。まあ、こういうのは全然強いんで、普通に3列連も強いんで、積み込む猶予が ある場合は基本的には積み込んで大丈夫です。さあ、ここからうまくどう掘り連を繋げるかだが、S ミノ、Z ミノ、S ミノ、Z ミノまでしか繋がんないとちょっと弱いな。うまく3列連を平らに組んだけども、いまいち繋げられないと、微妙な火力になってしまう。さあ、Z ミノまでで妥協して、T スピンダブルテトリスの地形。今のはうまく3列連繋げて、かなり有利に達したかったですね。総裁外して、相手 T スピントリプル。から地形が非常にいいので、ちょっと、不利だが、しっかりこちらも直通できたんで、問題ない。テトリスから T スピンシングル。シングルで、まとめし体制で、まあまあ穴腹が来てしまいましたね。まあまあ穴腹が来ているが、TSD からまとめ打ち体制、T スピンダブル、テトリス、じゃない、テトリス、T スピンダブル。さらに相手強気な DT 砲だが、どうだろう、これは。T スピントリプル打ち切って、強気に外して、さすがに、ちょっと地形が辛かったですね。まあ、DT 砲、ああいうとこでまあ、強気に組むのはやっぱり火力の数って感じだけども、まあ、やっぱりね、地形が辛かったのをしっかり見たんで、冷静の総裁外しから、最後は STMV テーブルで刺していく。STMV ケーブル打ち切ってなかったかな。さあ、ちょっと、Z ミノミスってしまったところに、2連発テトリスが辛い。J ミノで、おー、S ミノ来なかった。でもちょっと間に合ってねえかな。S ミノを右側に置いて、大ミノで左側で1ライン消しして、テトリスの3ライン消しまで間に合わせられれば、ワンチャン耐えられるルートあったけど、時間的にどうだったかな？ちょっと間に合ってない可能性がありますね。さあ、ホリレン体制で、ちょっとミスってしまったんで、しっかりホリレンでリカバリー。T スピンダブルでしっかり操作やってて、相手もまあミスっているので。エルミナの3ライン消しだが、どうですかね？ちょっと有利。さあ、上で、強気にテトリス送るが、辛そうだと見て、しっかり操作を外すが、ここでエルミナミスってしまった。さあ、このエルミノのミスがどう影響するかだが、5分くらいになってしまいましたね。現状もう5分になってしまいました。エルミノの置きミスで5分になりましたね、完全に。さあ、1回削ってテトリス。さらに相手直通でかなりいっているので、もうこれ不利までありますね。だが、しっかりこちらも掘って掘って穴腹解消して5分に持っていきたいところ。先読みしといて、しっかり端っこにどんどん早く積んで操作に間に合わせる。さあ、しかし、テトリス、ティスピンダブルが早い。これ、総裁当たんないとかなり辛いですね。3ライン消しで総裁当てて。しかし、どんどん総裁当ててしまうと、穴腹が来てしまうので、半無限ループが発生してしまうが、相手が歩みの置きミスした、そこに火力が途絶えたので、なんとか、ここでしっかり有利に持っていきたいところ。さあ、そこにさらに歩みのが、いや、どうだこれ。ティスピンダブルで、さすがに間に合わなかった。ちょっとティスピンダブル打ち切れる、そこで、時間が食ってしまったっていうのもありますね。時間が食ってしまったんで、結果的には、2発の攻撃が、相手に送られて、10ライン分だったね。5ライン分の総裁では間に合わないんで、下がっていきましたね。さあ、どうだこれ。テトリス送って、まだ5分ですね。現状はまだ5分。さあ、ティスピンダブルとティスピンダブルが総裁当たる。さあ、まとめ1体制。5ライン分のまとめ1体制。
テトリスから T スピンダブル、相手がエスミノの置きミス。さあそこに冷静に積んで積んで積み込んで、J ミノで先読みしつつテトリスから T スピンダブル、テトリスの地形だが、ちょっとレンチックに構えて、レンが繋がればいいなーってぐらいだけど、ちょっといまいち繋がらず、エスミノまでですね。T スピンシングルから、これは穴がいいんでしっかり刺していきたいところ。2ライン消しでもしっかり総裁外して刺しに行きましたね。まあ、直列が強かったな。直列をしっかり活かしたって感じですかね。できれば、あわよくば、掘り連でしっかり繋げて、相手を刺していきたかったところだけど、まあ、しっかり冷静に、2ライン消しでもね、総裁外すことによって、1ライン分って結構でかいんで、1ライン分の総裁も外しつつ、さらに待つことによって、相手をしっかり見れるんでね。相手が置きミスしてるかどうかとか、相手の地形が辛そうかどうかとか、そういう見れるメリットもあるので。総裁外しの時は、まあ、相手が火力、総裁外すだけじゃなく、相手の地形を見ることも重要ですね。さあ、ここで、3対1なんで、12対10ですかね。もう一つ見ていきましょう。まあ、かなりやっててね、自分、まあ、ここまで5分だったんでね。しっかりここでリードして、心を落ち着かせたって感じですね。さあ、開幕 TSD からインペリ派生。まあ、このインペリは自分結構好きなんで。よく対応しますが、さあ、T スピンダブルテトリス、相手 S ミノの置きミス。さあ、そこにアイミノが端っこに行かずに、ちょっと壁が足りなかったか。T ミノやらを置いてテトリスにするしかなかったけども、アイミノを出してしまったんで、壁越えできずに、こちらの火力が刺さっていきましたね。さあ、お互い開幕一瞬止まったが、T スピンダブルを組んでった。T スピンダブル組んでって、タワー行くかな、タワー行きましたね。これ、まあ、すぐに、こんな感じで、エルミノでタワー作れるんで、T スピントリプルタワー強い。さらに、その下穴が T スピンダブルになっているので、なお強いですね。さあ、地形できるだけ平らにしつつ、ホリレンの目を見ながらだが、テトリスの方のホリレンルートでもよかったけども、こちらのホリレンを選択した。おっと、オーミノとエルミノをミスってしまったが、致命傷で刺さっていった。まあ、有利だったけども、置きミスなかったらまだワンチャンありそうでしたね。さあ、再び開幕 TSD。お互い開幕 TSD で、さらに T スピンダブルの、BTB 付きだったが、相手が T スピンシングルだった。さて、総裁外しでテトリス送る。相手がまあ BTB 付きの火力じゃないんで、結構総裁に回ってるんで、これは有利ですね。だいぶ有利。テトリス送るが T スピンダブルで返される。テトリスしっかり間に合わせるが、どうだ？その後間に合うか？テトリス間に合う。しっかり総裁外しで、TSD からテトリスの地形。もうこれはもう火力重視に切り替えてますね。かなり火力重視に切り替えている。しかし、直列があることをしっかり確認して冷静にいった。これ冷静さですね。T スピンダブル総裁外して、TSD テトリス。先読みしつつ、ホリレンの目を見ているが、エルミノで、S ミノ、T スピン、4連目の T スピンシングルアッツ、さらに6連までの、オーアノウェル送って、しっかり有利取っていくが、どうだ、ジェミノが危ない、ギリギリ、刺さらずに、おっと、さすがに STMV 警部は間に合わなかったか。まあ、こちら、かなり地形良かったんでね。まあ、T スピンを組んで、総裁を当てるしかないと判断したと思うけど、さすがに間に合わずに、刺さっていきましたね。まあ、というわけでね、まあ、途中までゴブってたけども、最終的には、スコア差は、5差かな、15対10なんで、5本差ですね。というわけで、しっかりと勝っていきました。まあ、この時点で、PC 版、ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグの自分優勝が確定しましたね。得失点差も圧倒的だし、今のところ全勝で来ているので、あと残りは最後のアジャンバ戦ですね。アジャンバ戦もしっかりと勝っていこうかなと思います。まあ、優勝は確定したんでね。まあ、1万円ゲットというわけでね。まあ、嬉しいですね。というわけで、皆さん今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。